2011年島根県知事選挙は2011年4月10日に執行された島根県知事を選出するための選挙第17回統一地方選挙の日程で行われた現職の溝口全米の人気満了に伴う知事選挙現職の溝口が2期目を目指し出馬したのに対し共産党公認の後世が挑む選挙戦となった各党の対応は共産党が 党公認候補として後世を擁立。自民党と公明党は、前回の知事選に続き、溝口の推薦を決定した。政権与党の民主党は候補を擁立せず、前回に続き実施投票とした。このほか政治活動家の佐々木忍が無所属での出馬を表明したが、告示2日前に撤回している。2名、届け手順。産業振興と、 社会資本の整備の推進原発政策についての抜本的な見直しを行い、安全安心の件を構築財政政策の見直しと経済の活性化との両立を図るた福祉医療助成制度の即時、見直し中学卒業までの医療費の全件無料化公共事業の見直しや無駄の削減国の原子力政策の抜本的見直し、脱原発、 TPP への参加反対多角候補の得票率、投票率は52.70%で、前回2007年の65.86%を下回り、東日本大震災による自粛ムードもあり、投票率は過去最低となった。当日の有権者数は58万3185人で、投票者数は30万7355人であった。 候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の溝口は、前回に続いて自民、公明両党からの推薦を受け、 組織戦を展開。この他、無党派層や自主投票を決めた民主党などの票も獲得し、再選を果たした。共産党公認の厚生は脱原発などを訴え、現職批判票を取り込み原発に対する不安の受け皿となったが及ばなかった。ありがとうございます。